ゼレンスキーが敗北なら世界大戦宣言をしましたが、個人的には世界大戦と名付けられるのは後日戦後という認識、近隣の領土問題ある程度消えないと思っていますが、支援国や武器提供があるの世界大戦の方が下がらないけど、支援国への現実戦には持ち込まないと思います。まあ、世界大戦になる可能性はありますね。まあ、結局、ロシアが、じゃあ、ウクライナ取っても OK だよね。何の問題もなかったよねってなると、じゃあ、中国が台湾取りますとか、じゃあ、アゼルバイジャンとアルメニアとか、の割と領土で揉めてる国が、あれこれ取っても OK なんじゃんっていうので、力で取るっていうのを始める可能性があるんですよね。で、そうなると、同時多発的にいろんなことが起きて世界大戦っていうのは可能性としてはゼロではないんじゃないかなと思いますけど。就活が終わり、千葉県庁と特別区に内定いただきました。しかし、どちらに行くか決めかねています。千葉県庁やりたいことができますが、待遇があまり良くなく、特別区はやりたい仕事はないんですが、待遇や職場環境がいいです。やりたいことがある職場の方が人生楽しいと思いますよ。結局そのストレスがたまらないで楽しいことができてお金がもらえるっていうのが勝ち組。お金が多少良くてもストレスがずっとたまり続けると、もうこの仕事できねえやってなる場合もあるので。ぶどう酒を先にしてワインにしようとしたのはなぜですか？米を酒にして日本酒にしようとしたのは何ですか？多分、ワインにしようとしたのではなく、ブドウを置いといたらワインになってしまったっていう結論なんですよね。そう、結果論。猿もお酒作るんですよ。で、猿酒って言われるんですけど、取ってきたブドウだったり、果物だったりを木のうろとかに溜めといて、で、勝手に発酵してしまってお酒になってしまうっていうのがあって、ブドウの皮自体に酵母があるので、なんで、ブドウ自体に糖分があるので、なので、ブドウをほっといて、腐っていくと、だんだんワインになっちゃうんですよね。なので、むしろワインにしないで長期間保存する方が難しいっていう。で、お米の場合は多分、そこは、たまたまできたというよりは多少手を加えたっていうのはしたんじゃないかなと思うんですけど、多分もともと小麦粉に酵母を入れることでお酒になるよね、みたいなのを、ヨーロッパだったりっていう中東の方で生まれて、で、それが小麦粉の代わりに穀物でいけるよね、多分トウモロコシとか米とかでもいけるよねっていうのがアジアを渡ってきて、なんで、日本でも米に酵母入れると日本酒が作れるよねっていうのがそのまま残ったっていう感じじゃないかなと思いますけども。